はい、東洋ハリキュー整骨院院長の西丸です。お願いします。本日は西洋医学と東洋医学の違いについてお話をいただけますか。はい、西洋医学と東洋医学の違いについてですが、2つほど、ポイントがあるわけなんですね。まず1つ目のポイント、病気を見る西洋医学、ね、病気を見る西洋医学、一方ですね、東洋医学は病人を見る東洋医学、病人を見る東洋医学、病気を見るのか、病人を見るのかということなんですが、頭痛を例に、してちょっとお話ししますと、頭痛でお困りの患者さんがいたらですね、普通は脳神経外科に行くわけですよ。脳神経外科で、脳の断面図を取ってみたり、頸椎、首の並びを見てみるわけなんですよね。そこで異常がなければですね、あなたは偏頭痛ですよ、あなたは筋緊張型の頭痛ですよ、もしくは群発性頭痛ですよという、病名を、診断されまして、鎮痛剤が、処方されるわけなんですね。まさしく、病気を、見てるわけなんですね、西洋医学は。一方ですね、東洋医学、病人を見る東洋医学はですね、頭痛の患者さんが来られたと、その他の症状を聞くわけなんですよね。例えば、5人ここに、頭痛の患者さんが来られたと、 A さん B さん C さん D さん E さんが来られたと、頭痛という症状では一致しているわけなんですね。でもですね、 A さんは肩こりがあって手足がよく冷えて生理痛があって頭痛がある、 B さんは、慢性胃炎があって、寝つきが悪くて肩こりがあって頭痛があると、 C さんは、喘息持ちでよく風邪をひいて、慢性鼻炎で、足も冷えて、頭痛があると、 D さんは、乾燥肌で、風邪ひきやすくて、花粉症で、慢性鼻炎で、頭痛があると、 E さんは腰が重くて、足が冷えて巻き爪があって生理不順があってドライアイがあって、頭痛があるだとかですね、その他の症状が全くバラバラなんですよ。でも頭痛ということでは一致しているわけなんですよね。東洋医学は常に病人を見るんですよね。この人はどういう体質の人でどうなってるから頭痛が出てるのかということを見ていくわけですよ。でもう一個のポイントなんですが、木を見て森を見ない西洋医学、木を見て森を見ない、先ほどの頭痛を例に例えたところで話しますと、頭痛は見るけど、体全体は見ない、西洋医学。一方東洋医学は森を見て気を治す東洋医学。頭痛という気は見るんですが、森全体も把握して、治していくわけなんですよね。このようにですね、全体像を把握して、頭痛も治していくわけですよ。当院に来られる患者さんでですね、主な訴え、頭痛、肩こり、不妊症、慢性鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、慢性胃炎とかね、逆流性食道炎、様々な症状の方が来られるんですけど、そこが一番の訴えなんですね。で、問診票に書いていただきますと、頭痛なら頭痛っていうのが主な訴えなんですが、その他の症状もたくさん持ってるんですよね。東洋医学からするとですね、治る例としては、その他の症状も包括的に見て、その他の症状も治るから、この主な訴えが、取れるわけなんですよ。頭が痛いからといってずっと鎮痛剤飲んでてもですね、治らないですよね。その他の症状がある、その他の症状もあるから、その人は頭痛が出続けるわけですから。高血圧もそうなんですよね。病院でと一生薬飲めって、なるわけなんですよ。東洋医学ならその他の症状も治していくから、血圧も下げることが可能なんですね。このようにですね、東洋医学は包括的に、西洋医学は部分的に、見ていくわけなんですよね。これが一番大きな違いだと、いうことができると思います。このようにですね、一つの症状だけじゃなくて二つ三つ、持ってる場合はですね、圧倒的に東洋医学の方が有利ですし、本当に治すことが可能ですね。
東洋医学というのは、この日本国内では1400年以上の歴史がありますし、この地球上では4000年の歴史があるわけなんですよね。どのようにしたら治るか、どのようにしたら治ったかという事実の蓄積のみで確立されているわけですよ。だからよく聞くんですよ。だから理屈なしに、治るんですね。慢性症状、その他、急性症状でもですね、お困りの方がいらっしゃいましたら、東洋医学専門でやってます、当院にご相談ください。以上です。